度重なる敗北の果てに、その男の体はすでに限界へと達していた。だが、まだ死ねない。男にはなすべきことがあった。双子の弟に勝つことだ。ダンテ、捨て去ることを決めた。ヤマトの力を使って自らの人と魔を切り離したのだ。そして男を純粋な悪魔となった。残されたかすかな魔の力で滅びゆく肉体を維持してはきたが、もう限界が近い。切り離され人の魂だけになって、ようやく俺の犯した過ちに気づいた。力を得るために捨てたものが、その全てがどれだけ大事なものだったか。それでダンテに依頼したの？そうだ、愚かだが、やつならきっと過ちを正せる。そう思ったんだ。なあ、俺は正しかったのか？私はママじゃない。自分で考えて。今は見届けましょう、ダンテの戦いを。鳴らしにはちょうどいいな。道を開けな。死にたい危険なら別だ。あらやっと、あらやっと、あらやっと。
血で満たせって。俺のはお断りだぜ。源流ってわけだな。この溝をたどれば敵になったらぶっ叩け。我が家の家訓でね。
魔王様を待たせちゃ悪い。先を急ぐか。Yeah!
これで終わりか。ずいぶん手の込んだ仕掛けだったな。何年ぶりだ。俺が悪魔の力に目覚めたのはバージェルにこいつで胸を刺された時だった。ずっと考えてた。親父がなぜ俺にリベリオンを与えたか。ああ
今すぐ話すかそれ。俺も今まで散々いろんなやつに刺されてきたが、こんな日が来るとはな。いかれちまったのか。魔王を倒すんだろ。なあおい、自殺止まりバカ。ヤマトは人と魔の両者を分かす。だとしたらリベリオンは、おい、まさかスパーダを吸収してるの。あんたなんだな。簡単にくたばるはずもねえか。じゃあ仕方ねえ、見せ場くれてやる。勝てよダンテ、絶対。分かってねえな。何も分かっていないのは貴様の方だ。ここから悪夢が始まる。多少予定は狂ったが。